2B2 のトーキンリズム&ブルース。この間ね、はい、すごい曲を見つけてしまったんですよ。うん。あのね、ビブラスラップってあるじゃないですか。あのカーンってやつですよね。音と。そう。カーン。パーカッションね。そう。あの、うん、通称予作と日本ではよく言われている。はい、はい。はいサブちゃんのね、予作で使われてるっていうことで、ですね、カー、まさにカーなんですけど、あれってさ、うん、僕らのレコーディングでもさ、たまに使うじゃん。ちょいちょい出てきますよね。一番使ってくる気がしますけどね。ね、うん、結構ね、リズム&ブルースとかにも相性はいいんですよ、あの楽器が。パンチがあるからね、音にね。ね。で、なんかこう、耳をこう、持ってかれるというかさ、おーってなるっていうかさ。そうだね。なんか、ちょっと、苦闘点入る感じがする。なんかね、特にね、うん、高揚感もありで、うん。で、あの楽器ってでもさ、入れるときにさ、うん、1曲に1回みたいなさ。うん、いや、そうですね。1曲あるじゃないですか。アルバムに1回って感じ。ワンアルバム1回じゃん。あれさ。で、結構さ、レコーディングしてるとさ、うん、1回もうその、ビブラスラップ入れてるのに、うん、他の曲でも、これも合うんじゃねえのなんつってさ、言うけど、そうそうそう。うん、ワンアルバム一回だから、みたいな感じになって、うん、我に返る。そうだね。で、こう、とどまるっていう感じじゃないですか。まあ、音の印象が強いからね、どうしても。そうなんですよ。ここに持ってかれちゃうとこはあるんです、ね。そうそうそう。うん、で、なんなら、2アルバム連続はダメぐらいな感じもあるじゃないですか、暗黙の。まあ、いいんだけどね、買ってる。いいんだけど、いいんだけど。そうそうそう。そうまで思ってないかもしれない。思ってないんですけど、うん、前のアルバム入れたからな、みたいなのがあって、はいうん、だあんまりこう、頻繁に入れてはいけないっていう暗黙のルールがあるじゃないですか。なんとなくね。うん、ね、うん、だその、うん、ビブラスラップが、はい、なんと1曲のうちに、うん、4発も入ってる曲を見つけてしまったんですよ。すごい大ネタですね、これは。大ネタでしょ？大ネタ掘りましたね。しかもこれがね、うん、どこに入ってるかというと、うん、曲のこう、例えばサビ前にこう散りばめられてる、サビ前に来るとカーってなるとかではなくて、うん、冒頭いきなり4発なんですよ。へぇー。カー、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 つって曲が始まるんですよ。おぉ。オープニングこれがね、そうなんですよ。これがね、ロビン・ジョーンズ・セブンっていうね。はい。イギリスのジャズのグループらしいんですけど。はいはい。それのね、エル・マハっていう曲があって。うん。ELMAJ、マジャって書いてマハなんですけど。はいはい。これがね、アルバムもエル・マハっていうアルバムなのかな。それ1曲目なんですけど。うん、ちょっとかっこいいラテンのアフロ・キューバンっていうんですかね、こういうのね。ああ、なるほど。ラテンジャズ。いっぱい入ってるやつだ。そう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 。ボカボカしてて。うん。それかっこいい。で、結構、上がる感じの曲なんですけど。はいはい。これの冒頭がね。うん。予作4発なんでね。ああ。でもね。うん。なんか、うん。いわゆるそういう、まあ、ジャズだから、歌が入ってないわけでしょ？あ、そうだね。そうです、そうです。インストですわ。っていうような楽器でさ、やっぱインプロビゼーションが繰り広げられていく。そうですね、そうですね。うんうん。なんか、そういうものだったら、うん。うん僕4発以上もありなんじゃないかって思います。プロデューサー目線。なんかさ、やっぱり、うんうんうん、あの、カーっていうのはさ、うん、そのやっぱ歌の世界観をちょっとこう邪魔する、あの、可能性が高いっていうかさ。ああ、確かにね、難しいよね、ちょっと、ね、難しいじゃないですか、カー。世界観のすり合わせが。ね、うんうん、基本的にはもうそこでこう、一個こう、なんていうの、完成しちゃうっていうかさ、カーでこう。カーの曲になるからね。そうそう、うんうん。曲のテンションがそこでマックス行くじゃないですか。確かにね。いや、そう。例えばその後に、なんかこう、A メロからトクトクと歌が始まったりすると。確かに、そうだね。なんかカーを無駄に使ったなって感じがするけども。カーの無駄遣い。うんうん。なんか、あの、その後楽器でこういろいろやっていくんであれば。そっかそっか。これはカー4発もありなんじゃないかなという。なんか、ラインが対等というかね。うん、同じ戦場にいる感じは。なんかいわゆるだからパーカッションとしてこうさ登場してるよっていうことになるのかなっていう、うんうん、あそうかそうかうんうん演出なんかこう歌物に使うとちょっと演出っぽいじゃないですかカー確かにねちょっと世界観をこうあのちょっと特定する感覚がある、うんうん、確かにただねインストゥルメンタルだったらいわゆるパーカッションの一つの音だよということで
うんうんうん、これはもうご勘弁いただけるんじゃないかもう、頭下げながら、頭下げながらレコーディングする。そう考えると、うん、やっぱ、サブちゃんはすごいね。あ、すごいですよね、やっぱね。あれだってサビ前じゃない？うん。でで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 っかーよさーくだもんね。でっかーよさーくだもんね。渡り合ってるわけですよね。やっぱさ、でもさ、ほら、火を切るのさ、あの、うん、トントントンのさ、あのこう、よさくを、こう、まさかりでさ、木を、こう、トントンこう、ね。そうか、そうか。あのイメージを、やっぱり絵が浮かぶじゃないですか、ビブラスラップのカーが。確かに。切れたみたいなさ。木が切れたとこなのかね。そういうでででででもうすぐ切れそうなんだ。でで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 っかーで。切れた俺だ、うん、それだ、ゴゴゴゴゴゴってね、大木が倒れるんでしょうね。ノックオンウッドですよ、だから。ノックオンウッドだ。ノックオンウッドの絵が出ちゃうんですよ、どうしても。どうだ、エディ・フロイドが北島三郎かっていう。北島三郎、エディ・フロイド説。その逆もしかりというかね。どうなんですよ。あ、なんかちょっといいですね。ファンキーな気づきというか。そうそう。で、やっぱりだから予作は予作で、あの、ビブラスラップ一番幸せな形で使ってもらってるんじゃないですか。確かに、確かに、うん。ウィンウィンだね。ウィンウィンなことですよね。サブちゃんも、ビブラスラップもウィンウィンな。やっぱり僕ら、昭和世代にとってはどうしてもね、それが予作が出てきちゃうから。そう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 。うん、ただ、ね、予作を通ってないカルチャーにとっては別に関係ないんじゃないですか、だから。あ、そっか。うん、ビビこれから、ね、うん、若いアーティストとかシティポップとかそういう、そうそう、あるいは YouTube とかでこう、うん、配信してる人とかか、うんうん、ああいうボカロとかにも、カー入れていただけたらね、そうそうそう、ちょっと革命起きるんじゃないかなっていうね。うん、そんないい気づきが。予作の検証でしたけどもね。予作検証でしたけどね。いやいやいや、やっぱね、だからね、うん、音楽ばっかり聴いてますよ。うん。そうでしょ。この間、音楽映画ドキュメント。はいはい。シナロ系の映画を。はい。僕、その監督のさ、寺井さん、寺井樽さんが。はい。僕らスクービードゥのね。うん。福岡でのトークイベントとかの司会やってくれたりとかして。そうそうそう。うん、僕らお付き合いが長いんですけども。はい。この関係で、全国公開になる前のさ、うん、こう、オンライン試写会っつうの、うんうん、オンライン試写。なんか見れるからぜひ見てよって言ってくれて、うんうん、僕らに送ってくれてさ。うん、はいはい。で、その映画を見たんですけど、うん、いやー、よかったね、あの映画ね。そうですね。うん、うん。なんか非常に、椎名さん、鮎川さんの人柄、うんうんたっぷり出てるんだけど、うんうん、僕、もう結論から言っちゃうと、うんうん、この寺井さんの、うん、人間性がすごく滲み出たね。お、うんうんうん、本当にね、あったかい映画。ただのドキュメントとかじゃなくて、うんうんうん、なんていうんですかね、この愛が溢れてるってね、うん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 、安っぽい言い方になっちゃって申し訳ないんだけど、うんうんうん、本当にこの愛情を持った人が、作ってくれたんだなっていうのをね、なんかね、ひしひしと感じました、うん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 。とってもこう、なんか、まあ、最終的にはなくなっちゃうから、そうだね。切ない部分はあるんだけども、うん、でも、こう、うん、すごい、こう、心がほっこりするというか、うんうん、なんかそういう感覚の映画でしたね。ね。うん。いや、なんかほら、僕らもさ、うん、その、鮎川さんとか椎名さんにも、まあ、そんな頻繁にね、会ってたわけでもないですけど、うんうんうん会えばすごくこう良くしてくれて、やっぱ、すごい優しい人たちっていうのを知ってたから。ね、覚えてくれてるしね、いちいち。ね、そうそうそう、うん。で、なんか、まさにその、俺たちの知ってる、まあ一部なのかもしれないけど、鮎川さんと椎名さんのね、うん、あの感じがもうそのまんま、うん、その、映画としてこう、映像として残ってるっていうかさ。うん、で、演奏シーンもやっぱいっぱいあってさ。ライブのね、シーンすごいかっこよかったですね。ねえ、なんか、もう昔からかっこいいんだと思って、うん、まあそれはそうなんだろうけど、うん、ずっと変わらないさ、うん、あのレスポールのさ、ね、カスタムね。ねえ、うん、
あで、ずっとこう、若い頃からで、いわゆるもう本当に、今年、去年か、去年までのライブの映像も入ってるから、その、年を追って、どんどんこう、鮎川さんも変わってはいくんだけどさ、その、年は取っていくんだけど、なんか音はもう全然変わんないっていうかさ。変わんないよね、ほんとね。ね、常にあの、ギンギンでさ。うん。あの感じで、だからなんか、脳に来るかっこよさっていうよりは、こう、ほんと、心に来るかっこよさっていうのかね、こう、キュンとするかっこよさというかね。うん、なんかね、そう、だから、愛が溢れてるとさっきリーダーが言いましたけど、そうそう、鮎川さん自身からもさ、もう、音楽への愛が溢れてるっていうかさ、ステージ立ってこう、椎名さんと一緒にバンドやって、ダーンって鳴らしてる時点でさ、もう夢が叶ってるっていうかさ。あ、そういうこと言ってたね、なんかね。ねえねえ。で、毎回毎回もう、だから夢が叶っちゃうっていうさ、夢を見続けて夢が叶い続けてるっていうさ、だからそう、やっぱり、悲しい部分もまあ、あるんだけど、でもすごく、僕はなんかそのかっこよさに、かっこよさを受けてこうハッピーな気持ちになるとこもすごいあって、いや、いい映画だなと思ってね、本当に。ギターで言えばね、あの、ゴダールの、ワンプラスワンってあるじゃないですか。あ、ストーンズのね。ストーンズが悪魔の憐れむ歌をこう制作していく過程と、まあちょっとゴダールのあの、ちょっと抽象的な映像をこう織り交ぜて、そうね。作られた映画なんだけど、あれが日本でなんかリマスターかなんかで公開された時かな。もう、20年以上前、学生の時だけど。そうだね、20年以上前だね。そうそう。あのね、パンフレットにね、鮎川さんが寄せててね。キースの生音、最高っちゃねって書いてるんだよね。おあのレコーディングシーンがね、あるから。レコーディングしてて、まあ、カメラが結構ラフに回ってるんだけど、キースが床に座ってさ、まさにそれこそ黒の レスポールカスタムを。あ、そうだね。そうだ、そうだ。ポロポロ弾くんだけど、うん、その時の音がかっこいいんですよ、本当に。何も、別に曲を弾いてるっていうんじゃなくて、ただポロンって弾いてるだけなんで。まあ、かっこいいエレキの音してて、まさに、ギタリストが反応するところにちゃんと反応してくれて、なんかね、そのギターのことについて触れてたのはね、鮎川さんだけだったんで。ああ、いいっすね。ああ、いいなと思ってね。なんかそれをすごく印象に残って覚えてますね。なんか、バンドキッズっていうか、ギター小僧の感想だもんね、それね、やっぱね。ね。永遠のギター小僧というか。チューニングしないって言ってたからね。あ、鮎川さんが？あ、そっかそっか。あの、いろいろ面接が残ってる。そうそうそう。で映画の中にもさ、なんかすごいいろいろそういう、あ、らしいなっていうシーンがあってさ。で、こうなんかみんなにこう、叫ばせるところとかもさ、ちょっとこうやって叫んでほしいんだけど、ロックンロールにリハーサルはないから、いきなり本番行くよみたいなこと言って。そうだね、言ってたね。あのシーンも、ああ、痺れるなと思ったしね。いやー、寺井さんのやっぱ、でもそうだね、寺井さん、僕らも、お付き合いさせていただいてるから、なんとなくそこの印象もあるし、映画も見て思うけど、やっぱ、ちょっとこう、わざとらしく作ったものとかは、きっと嫌う人じゃないですか。嫌うっていうか、嫌だなっていうか、そうならないようにしたいなって多分、で、ね、ドキュメントの、映像なんかは、テレビの番組の編集を普段やってるから、多分そういう時も、なるべくこう、あるように撮るというかさ。で、そこにやっぱ自分が思うこともやっぱ素直にこう、乗せるというか、その感じもね、なんかやっぱ潔くて好きだなと思って。ね、寺井イズムが、もう、寺井さん、本当に、ここまで和物好きな人もいなかったしね、こうメディアの人でね。そうね。全国各地。そうそうそう。まで昭和歌謡、込み入って詳しい人とか。そう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 。昭和のカルチャー、いろいろ、掘って、探ってる人とか、なかなかいなかったですけど、かなり、ね、稀な、稀な方ですよ。稀な才能の持ち主ですよ。
我々と音楽の趣味が合うというところで、もうその時点で、ね、かなり稀なんです。稀です。ありがたい。ありがたいとしか、ありがとうございます。したらね、本当にね。うん、でこの映画が、8月のね、25日からね、全国放送だ、全国放送、放映か。公開。公開、全国公開。なる、ね。今週末なんで、そう。だから、ロックとかバンドとか、好きな人はこれなんか見に行ったら、ライブ見に行くようなね、気持ちで全然いいと思うから、見た方がいいなと思って。うんうん。劇場で見たらまたすごいだろうね、音もね。音もね、かっこいいしね。絶対かっこいいよね。うんうん。これはなんかいい映画だったな、と。うん。いうことですわ。はい。スクービードゥーも、今週はライブがいっぱいだぜ。はいです。はい。今日はね、スクービー3の実験室が。あ、そうですね。ようやくありました。ようやく公開で、はい。公開というか、開催で、うん。はい。開催で。25日が神戸バリット。はい。忘れてモーテルズでやります。そして26日がバンカリズモっていうことでね。はい。アコースティックでやりまして。はい。そして翌日、日曜日だね。はい。27日か。うん。これがスクービー2で。はい。もやサンセットブルーでやりますんで。ぜひともよーちゅうことで、はい、今週はこんな感じかなですね。それではまた来週。Thank you.